やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。何やこれ。スポーツ経験がない男、部活に入った経験がない男、俺ガチで危機感持った方がいいと思う。危ねえな話題が。何これ、なんで DM でこれを送ってくるわけ。スポーツ経験がない男、部活に入った経験がない男、俺ガチで危機感持った方がいいと思う。ガチで危機感持った方がいい。それこそがお前がどうあがいても持てない理由だと思う。持てないって、これまでに一度もスポーツの経験がなかったら、うん、部活に入ってなかったら、筋トレすらもしなかったら、厳しいって明らかな事実だと思う。俺はスポーツ向いてないから、運動神経ないから、家に引きこもってる方が楽しいから、俺はゲームが好きだから、やばいって。何がやばいかっていうと、男として成熟しないんだよね。その人生の中で何かしらの競争をしてないと、男として成熟するためのパーツに欠けるんだよ。お前最後に競争したのいつ、他の男と戦ったのいつ、監督に理不尽なこと言われたのいつ。ないでしょそういう経験。弱いって、絶対メンタルが弱いって。勝負の世界にいたことがない男は、自分のプライドが傷つけられたことがない男は、他の男に負けたっていう悔しさを持ったことがない男、弱いって。モテないって、メンタルの強さがないんだもん。お前最後に腹から声出したのいつよ。一日中冷え引きこもって、いや、ジョージメンズコーチ気持ち悪い、マジかい。マジで全部スポーツやってないからよ。明らかに勝ち負けの世界で戦ったことがないからよ。自分のプライドに傷が入るような状況に置かれたことがないからよ。だからすぐに、あ、俺はダメなんだ、またボソボソ喋り始める、文句を言う。ちょっとでも理不尽なことあったら耐えられない。いや、世の中は理不尽だって。うん、理不尽よね、違う。なるほどね。まあ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 、なんだろうね、これは、まあ単純にまんまとだね、俺目線。いや、正論動画じゃない、これまんまとです。これはカット来ちゃってる人たちがカットしながら長文打って拡散してバズってるっす、これ。これがなんか、うわっ、くそ、このジョージって人、うわ嫌いだわっていう人は何も言わん方がいいよ。でもそもそもこの動画を投稿するときに、この人はこういう燃え方を想定してあげてるから。で、危機感を持った方がいいっていうのは、俺の意見は、まあ、スポーツをしたことがない人がモテないんじゃなくて、モテるっていうことに競争的なところは実際存在はする。存在はするんだけど、それに気づけるかどうかの段階が1段階だけ遅れるっていうだけかな。競争っていうことを経験することによって、まあ競争した方が他の人との差をつけやすいなーっていう気づきを部活で得やすいってだけかな、第1段階目。まあその1段階目ってでかいんだけど、運動してる人が最初からまあそれを気づける人が多いよねっていうだけで、別に運動してなくてもその1を述べれる人は無限にいるから、まあただ単純にこれはなんか燃えるように言ってるだけだね。カチンとくる人が多いように作られてるだけであって、競争心を持った方がいいのはそうなんだけど。まあでもカチンとくんだろうな、これ見てな。いや、マジネットがうまい、この人は。この人はネットがうまいね。君たちもこの人のこと知らなかったでしょ？俺は知ってたもん。筋トレとかさ、なんか男磨きとか調べるとさ、この人出てくるんだよ。あなたたち存在自体知らなかったでしょ？だからもう大成功だよね。もう本当にもう成功も成功。この人がもう予想した以上の成果が出ちゃってるね。この人は自分のこと嫌われるか嫌われないかどうでもいいからね。いろいろたくさんの人にアプローチをして、その中で自分の思想と合った人と一緒にやっていくっていう。まあ、インターネット全部そうなんだけど。俺の思想もこっち派だよ。なんかを広めるときに。ちょっと曖昧なことを言う。炎上ではないんだけど、突っ込みたい人が突っ込めるようなことを言った方が SNS って得なんだよね。突っ込めないような、隙のないツイートとかって伸びないの。俺ので分かりやすいやつあるかな。この前のなんかその、うつのやつは、もうまさにだったんだけど、俺のことを好きな人は、スタミがこう言ってるから頑張ろうってなるけど、俺のこと知らないやつはさ、なんかこいつ何言ってんの、うつになったことないやつがってなるじゃん。でも俺のその性格とかの蓋を開けてみると、うつを経験してたり、みたいなさ。でも、俺はうつを経験していて、ないないって言うと、あんまなんかそのツイートとかって伸びづらいんだよね。曖昧にするのが大切。ツイートの仕方とか SNS の伸ばし方みたいなところは、この俺ジョージって人と似てる気がする。あ、そう、道を開けろみたいな感じ。まさにそう。コムドットの人たちはそれの超極端バージョンだよね。
ちょ、極端すぎてゾワッとする層が多すぎるけど、でもゾワッとする層が多ければ多いほど俺たちオタクはさ、いじるじゃん、道を開けろとか言ってさ、で拡散されてさ、でその拡散されて100の中で10でもコムドットのことを好きな人がいれば正解なわけ。思うがツボだね本当に。ダルマイズゴッドってこれ俺が知ってるダルマイズゴッドなのかな。なんかもうお前らが適当な名前つけるから。あーでもこれダルマかも。最近リオンとかも配信外やってるしな。ササムザーカセン絡む、いや今回のはないかな。俺コーチ枠お願いって話だったんだけど、コーチはちょっと私できないでしょ。まあご存知の通り、はい、だメンタルドクターならできたかも。シャルルハイは出る、レート高いらしいよ。なんかどういうメンツになるか知らねえけど、イメージを想定だから早く上がってほしいらしい。すいません。フロンティア流のサバイ、死んだな。これが実際。うん、足りない。いいね。敵を倒しました。それってどうなってんの？あ、いいね。キリンスプリー。あ、ドラゴン取ってる俺。セーブは無法無天の英国なんだ。おシャットダウン。シャットダウン。まだ耳の中。あれ。私。いやーし。じゃ。時間かかった。よし、まずな、ウルーカにちょっとメッセージ送っとこう。ウルーカ俺と一緒にロールしようって、エメラルド行ったらやってくれるでしょ。ウルーカって俺フレンドか、危ねえ、怖っ、怖いよ。エメラルド4から2人で頑張ろう。ちょっとカッタスキン、確かに。ブーン。まあ、どっちにしよう。これか。ちょっとシンスギャストスキン行ってみましょう。いいねこれ。これいいよね。あ、モーション自体は変わんないんだ。Q は？あ？え、音微妙かも。ミニオンが出現しました。お、お。お、リコールすごい、リコールすごい。リコールめっちゃかっこいい、リコールすごいかっこいい。ファーストブラッド。敵を倒しました。オッケー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 。余が命ずる。安らぎが欲しく。
ブルーピュされました。シャットダウン。ヘラルドみたいな挙動したな。何何何？マジで。手早く進ませ。安らかに行かせ。やり返したな。おうおうおおおベビーナイス。いい判断。おおおベビーおおオッケー。やり返したな。これはやり返した。体力減らしとくといいことあるもんですな。やばい。シェン。チーム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 。こいつ強えんだよな。敵を倒しました。強い。勝つんかい。よし。味方がタワーを破壊しました。え、やばそのウルト。敵を倒した。はぁ、
終わり。おー気持ちいい、おー気持ちいいです。